到着しました。今日は尾根見渓谷キャンプ場に来てます。兵庫県佐用町ですね。はい、尾根見渓谷キャンプ場は2020年3月にオープンしたて、したての比較的新しいキャンプ場です。さあ早速設営していきたいんですが、川の近くとあって、ヒルが大量発生しているみたいです。で、管理棟で塩をもらったんで、設営の前に塩をまいて、ヒル予防していきたいと思います。こちら、まあまあしっかりした塩まいていこうと思います。ちょっと巻いていくから待っとって。ちゃんと巻いてな、ヒルが入ってけへん。うん、しっかり巻くから。しっかり巻いてね。ちょっと時間かかるけど待っとってな。しっかりめに巻くから。巻けてるやろ。だいぶ時間かかりそうやな。均等にこう巻けるのはやっぱりこの巻き方しかないから、ちょっと待っとってな。高い位置から。そう、なんでここに当てることによってこうガサッと塩が均等で、そう負けてるから。ヒルも絶対寄ってけへんやん。完璧やん。そうや、そうや。もう子供たちをねヒルから守るために。やばい、そうこんなぐらいかな。もうちょっとか。なんかすごい匂いするな。ほんま。線香。あっち神様ができる。Days without water along the sun-soaked road. We crossed over borders to get where we are. And it's all for you. It's all for you. It's all for you. It's all for you.Did it all for you. It's all for you. It's all for you. It's all for you. Nights without sleeping, 'cause you fear the night. And days without eating, 'cause it ain'tFor two, and it's all for you. I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  did it all for you. It's all for you. It's all for you.
for you. It's all 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 for you. I did it all for you. It's all for you. It's all for you. It's all for you. アーリーチェックインで、10時半に着いて設営終わったのが1時45分やばいやん。ただいま1時45分です。ダッシュでご飯作ろう。じゃあお昼ご飯作っていきましょうか。作りましょう。お腹減りました。うん、じゃあ作っていきたいと思います。簡単にね、そうめんでね済ましましょう。作っていきます。ラージメスティン使えるわ。あ、よし、こんなもんかな。ガムみたいな。お湯沸かしてそうめん作っていきます。夏はやっぱそうめんですよね。夏はやっぱりそうめんでしょ。暑いからね。うん、暑い。そうめんをちょっとアレンジして食べようと思います。アレンジ。うん。塩こうやって、ね。ちょっとだけな。塩こうやって。塩こうやってな、あのそうめんを上からちょろちょろってかけて、トロトロって食べるだけで最高やで。はい、じゃあお湯を沸かします。はい、乾杯。あー、最高やん。最高やん。うまい。すだち切っていこうかな。4枚で十分か。
これハルトです。あ、違うよ、これハルト。え、すぐちゃうね。え、ハルトなそれ。育ちバージョンできました。すげえな。ごま油でいい？うん。こっちで卵を作るね。いただきます。いっぱい食べてみてください。いただきます。はい、感謝を込めていただきます。いただきます。うん、おいしい。うん、ちょっと袋さ、うん、さっぱり、うまし。卵ちょっとそっちもらい、うん、じゃあごま油の方いただきます。ママ、うん、ネギって美味しい。うまっ。美味しい。これも美味しい。美味しい。うん、これは美味しいわ。美味しいで、うん、あとごま油して。それごま油、うん、そっちやろ。ちょっと卵入れたるわ。やったー。食べてみて、食べてみて。うまい。うまい。それ食べる？うん、そっち食べ。うん。すごい。おいしいわ。何取ってるんだろう。いや、柚子やからさ、おいしいかな思って山口島をかけたら。多分めっちゃうまい。もうちょっと。美味しいな、ごま油入れて。うん、どうね、もうちょっと。うん、自分で足してごらん。はい、どうぞ。うまい。これどっちが？ごま油入れる？はい。パパリーナもごま油リーナ入れる。だからどうね、美味しそうだな。夏のキャンプは暑いな。暑いしね。暑い。そういう時はこれで涼みましょうでしょ。そういう時はこれで涼みましょう、みんな。よし。電気つく扇風機って珍しいよね。うん、考えたら天才や。すごい。しかも電気の明るさも2段階あります。そしてクリップがあって、これいろんなとこ挟めるんですよ。よし、いいよね、クリップ。クリップもあるし、しかもこれランタンみたいにぶら下げれるよね。わ
ランタンハンガーにも、そう、かけれる。無敵じゃないですか。無敵じゃない。めっちゃいい扇風機。商品の詳細の URL 貼っときます。貼っときます。そして、クーポンコードもありますので、割安で買うことができます。興味のある方、ぜひチェックしてみてください。ベントラックス一番かっこいいんちゃう。いい感じやな。お肉焼きますか。焼きましょう。じゃあ初めてラム肉焼いてみたいと思います。あ、そうそうそう、この鉄板、この前アウトドアパークで購入した、明石ジャパン、明石ジャパン6ミリの鉄板でラム肉焼いていきます。油引くわ。いい音してます。
癖あるんですか。なんかラム肉って癖あるっていうの。僕ラム肉食べたことないですよ。あっちも。どうする。今あの添え付けのハーブ&ソルトかけたけど、それだけで一回食べてみる。俺のスパイスいりますか。俺ないぼ。俺のないぼ。俺のないぼかけますか。俺ないかけますよ。わあ、いい感じ。美味しそうよ。やっぱり極厚鉄板で焼くと美味しいよね。多分ね。肉がめちゃくちゃうまく焼けるの。俺のアイコン。いただきます。どやさ。ああ、シルバーやった鉄板がもう真っ黒になってますよ。ほんまや。すごい真っ黒。よし。あっ、熱々。シルバーやった。ママやべ。あ、いいよ、ママ食べる。ママ食べる。熱い。よいしょ。はい。熱いやろな。手で持つにはまだ熱いでしょうな。はい、じゃあいただきます。パリパリがない。よいしょ。あ、おいしい。柔らかい。柔らかい。あ、お酒。うん。どう？うまい。あ、おいしい。めっちゃうまい。めーって言ってる。言ってる。口の中で言ってる。めーって。うまいわ。うま。うまし。めっちゃうまい。よかったっす。うん、うまいわ。はい、じゃあお疲れ様です。皆さんお疲れ様です。お疲れ様です。どうでしたか。よかった。おねり渓谷よかった。五右衛門風呂やろうかな。うん、気持ちかった。初めての五右衛門風呂。うまっ。明日も行くわよ。石川って言ってました。うん、石川。石川、五右衛門。美味しいの。なんでおかわりない。あるよ。あ、それおかわり。次はちょっと分厚めの豚バラ肉焼いていきます。いいっすね、こうシンプルに肉を焼いただけの。ごちそうさま。
く。こんな風でいただきます。俺の相棒じゃなくて、ポリニシですか。ポリニシです。どうですか。うまい。ワイルドだぜ。うまっ。ワイルド。おいしいやろ。いいですね。じゃあ、いただきます。うん。うまっ。かわいいマス出ました。美味しいですか。美味しい。これ美味しい。いや、もう安定のうまさですね。安定のうまさ。このやっぱ鉄板で焼いたら全然違うってことですか。カリカリ。なんか鉄板で焼いたら柔らかい気がする。なんかジューシーに。あ、この明石ジャパンの鉄板で焼いたら、なんかあの網で焼くよりも、なんか柔らかい感じがする。へえ、やっぱ鉄板のあれあるんですかね。この、気になる方はあのぜひ明石ジャパンの極厚鉄板、アウトドアパークの動画にアップしますよ。あ、そうそう、アウトドアパークの動画にね、アップしてるから、気になった方は要チェキラ。え、おいしい。はい、で、すごい。これついてるから勝てるわな。はい。としめ唐辛子。買ってたの忘れてました。美味しいですよね。これ焼いて食べましょう。ふーちゃんも食べるやろ。絶対食べへん、はるか。はるかも食べるよ。食べへん。美味しいよ。わー、美味しそう。ふーちゃんも食べるやろ。食べへんって。食べるよ。バーベキューっすね。バーベキューや。今日は鉄板でバーベキュー。いつも網を振る。早くご飯食べたい、白ご飯。よいしょ。はい。カルトンは何か飲ませたのか。塩やったからもういいわ。あ、でも塩でも美味しい。食べれるやん。わーほ、パパいらんやろ。ワールドだぜ。じゃあみんなタブレットで。これやりますか。はい、これはママたち。じゃあパパこれ。これ。ママたち。はい、どうぞパパ。一番大きいのね。はい、どうもありがとう。ママとパパ。あれあれかけた、はい。これやる。俺の相棒かけます。はい。あ、それ混ぜるな。え、パパも食べたい分を入れば。わ。わ。わ。うまっ。うまっ。いただきます。なんかめっちゃうまい。牛の肉みたい。おいしい。うまい。牛の肉。やっば。これはおいしいわ。うまっ。うまい。うまい。はい、パパ。もう一回くれ。次じゃん。これ。え、パパ全部いる。どう、ふーちゃん。うまい。美味しいな。これはうまいっすね。ワイルドだぜ。うまっ。マジでうまい。肩に包めんだ。
ブリブリやなか。いや、お腹もいっぱいなったし。意外となりましたね。うん、大事で少ないなと思ったけど。牛肉がもうずし。僕はステッパーでなく、焼肉は美味しいですね。美味しい。ほんまに。昼ご飯が大好き、活躍やな。美味しいご飯。嬉しかったな、ハル。うん。じゃあ、ホタル見て、今日は寝よっか。はい、はい、じゃあホタルちょっと見に行きましょうか。うん、見に行ってね。もう、そろそろ寝ましょう。はい、もう8時なんだな。8時やからな。はい、もうホタル行って、帰ってきたらもう9時や。はい、寝ましょう。明日、早起きしましょう。じゃあ、ホタル見に行きます。はい、じゃあホタル見に行ってきます。バイバーイ。おやすみなさい。おやすみ。よっしゃ、行こう。はい、朝ごはんできましたよ。朝ごはんはベーコンエッグとたたききゅうりとお魚です。あと納豆。皆さん、はい、うましかて。うましかて。うましかて。食べましょう。まあ、ホリに仕掛けたん、卵。うん。ホリに仕掛けた。醤油は？醤油もいるよ。あ、めっちゃかけてしまった。ある。ある。納豆もある。納豆はいないよ。甘いよ。ああ。ベーコンで。ベーコンで。出ちゃったな。じゃあここ持って。オッケー。うん。なんかめっちゃついててる。ねえ、怖い。痛くないやろ、ハル。痛くないの。書いてあかんで。うん。どっちどれ？あそこか。めっちゃちっちゃい。もう怖いねんけど。ん？どうしてくれ。全然痛くない。あ、ポンチか。ポンチか。あれと見せかけてさ、ひれたらどうする？よし、いい感じやで。え、なんか目入ってんねんけど。黒いなんか。黒。そうやね、書いたもんね。昨日書いてあるね。動いてる。ひれたり。歩くか。おー、いいよ。滑らかな。あれこそ見せかけて。引き心地めっちゃ滑らか、これ。めっちゃ軽い。子供でもこれ多分楽々やと思う。よろしく。
てたやん。やっぱり淡井さんのコーヒーは美味しいね。やっぱ美味しいですか。僕もちょっといただきます。どうぞどうぞ。淡井さんのファンですから。うまっ。どう、ぼちぼち片付けないとね、撤収時間が迫ってきてるから、ちょっと時間が、コーヒー飲んだら片付けて帰りたいと思います。このキャンプ場どうやった？楽しかった。何が楽しかった？いつも川、川、そう、川遊びできるな。うん、違う、あれ黒、あ、五右衛門風呂な。五右衛門風呂はあの1日3組限定なんで、あの気になった方予約してぜひ入りに来てください。な、あの五右衛門風呂楽しかったな。あのここのスタッフさんが一生懸命沸かしてくれて、そう、ほんでホタルも見れて、夜ちらほらホタルおったし、まあそんだけ水がきれいなんやなって思いました星もなんかきれいかったよな。雲がちょっとかかってたけど、晴れてたらめっちゃきれいに見えると思う。でサイトによってはハンモックしたりできるし、よかったです。いろんな初体験できて楽しかったです。ハンモックめっちゃいい、もうハマりそう。ハンモックやっぱりあの100均で買ったあのハンモックとはまた全然違うよね。あのちゃんとしたやつ。シャワーも24時間無料で使えます、ここは安心して川遊び楽しめます。あと管理棟に飲み物系とか、あのそういう系全く売ってないので、自動販売機もないです。なので準備万端で挑んでください。コンビニ行こう思っても2、30分かかりますんでそんなもんかな。まだある。今回はね、あの木漏れ日サイトっていうサイトを撮ったけど、ああ、でウォータースライダー、まあ、夏はいい感じかな。うん、木陰ができて、うん、今回は尾根見渓谷キャンプ場からお送りしました。最後までご視聴ありがとうございます。よろしければ高評価、チャンネル登録の方よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ次回会う日まで、最近はママでした。バイバーイ。You.